釧路公立大学はこちらをご覧ください。ここでは経済学部について紹介されています。経済学科と経営学科、2つの学科で構成されている経済学部では、経済学を中心に社会科学全般を広く学べる教育環境を整えています。経済活動と人間社会の関わりを追求していく経済学科、経済学の基礎をしっかり学んだ上で、理論と実践によってグローバルに社会を考える力を身につけます。学んだことを現実の地域や社会で自ら実践できるような科目や演習も充実しているんです。経営学科では人、物、金、情報の活用法を知り、経営問題の解決に挑む応用力を身につけていきます。マネジメント、企業システム、会計といった経営学の全範囲について理解を深めながら、専門分野を深めるカリキュラム、組織について知り、他の人と協働しながら問題解決を行っていく方法を学ぶ科目や演習が揃っています。さらに釧路公立大学ではプログラム制といって、統計や歴史、国際など様々なテーマで専門科目を横断的に学べる履修モデルがいくつも用意されているんです。自分の関心に従って様々な分野を体系的に、しかも柔軟に学べるカリキュラム、基礎知識から応用力までを身につけて、自分の夢や目標に活かせる仕組みなんですね。